アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。いろいろ考えたんですけど、ナイチンゲールの倒し方をいろいろと考えたんですけど、無理ですね。あれを止めるのは不可能なのかもしれない。もうこれはですね、高コスト機にもう頼るしかありませんね。まさにニューガンダム、はい、ニューガンダムでなんとかするしかないと判断しました。本当使ってみてよりあいつの恐ろしさがね、理解しましたね。はい。なので今回はこの高コストデッキで なんとかしてね、ナイチンゲールをね、狩猟したいと思います。はい。ストライカーカスタムとかね、ジムヘッドとかも考えたんですけど、確実に近づく前にぶち殺されるなっていう、見えましたね。僕のマントラでその未来が見えましたね。なのでやはりここはもうね、ニューガンダムに頼るしかないですね。はい、行きましょうか。今回とりあえずナイチンゲールをね、1機でもねちゃんと倒せれば僕の勝ちということで。はい。本日のフィールドは北極基地ですね。このタイプの北極基地は Y と B が、後半になると、拠点自体がね動き出して前に出てきますんで、即座にね Y を破壊して、そのもうナイチンゲールとかそういう戦いじゃなくしましょう。はい。けどね、基本的に対ナイチンゲールっていうのを頭の中に意識させることによって、どのモビルスーツにも勝てる、戦い方ができるはずなんです。はい。初動は、A から出撃して1番を踏みに行こうと思います。まずはここでの戦いで、いくつナイチンゲールを持っていけるか、そこが勝負ですね。ここで早々にナイチンゲールを倒しておけば、待機時間ね、タイムがね、あいつはもう1回やられると5分近く出れなくなりますので、恐れるな、恐れずに前に出ろ。なもう何としても倒す。 2体やられてもいい、2体やられてもいいけど倒す、それが大事なのではないでしょうか。それがよし、いくぞ。恐ろしいな、ナイチンゲール。本当に恐ろしい。使ってみてマジで弱かったわ、あいつの恐ろしさ。来た来た、ナイチンが、よし、ビビるなよ、ビビるな、前に出ろ。よし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 、ビビるな、怖くない。いくぞ。ブーソ、よし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 、撃て、回復だ。ナイチンゲール、いやいいぞ、けどいいぞ、壊れる。ニューガンダムは伊達じゃない、防衛。もう大丈夫、入ってない。前だけを見ろ。3番のダッシュ。B に抜けてる。
しまずはブーストブーストを回復してから突っ込む。つえニューガンダムはマジで伊達じゃないぜ伊達じゃないぜ。着地よし、OK、ナイス。まあ B はね、 B は多少殴られてもね、あの後々前に出されるんでいいでしょう。いやけどこれはでかいぞ。いいぞ。ナイチンゲール、逃がすなよこいつだけは。今やらないと。こっちか。数がすごいなこれは。数がすごい。ああこれは数がすごい。ここにいたらやられてしまう。囲まれたら。よしよしよし。とりあえず A を守って、 A を守って、やばいぞこれは。これはちょっと縦して縦していけ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 。ごめん、なんか巻き添えしちゃった。味方 PK 味方 PK 味方 PK の相手ポンゲ。あれ。とにかく攻撃を続けるしかないわ。リペアポットがやられている。どうしようこれ。いやけどやっぱ弾は回復した方がいいよな。即座に弾を補充し A の防衛に参ります。ちょっと耐えてくれ耐えてくれ、ちょっとだけ。ちょっと3番も踏みに来てるなこれ。3番行った方がいいか。3番行こうか。3番がエテポンゲを必要としている。声が聞こえる。やはりこいつは本当、まあ、ナイチンゲールも恐ろしい機体なんですけどね、このニューガンダム、この伊達じゃないニューガンダム、この連射式フィンファンネルはそのずっと盾を構えてられるっていうのは本当にアドバンテージですね。これはいいアドバンテージ。待って、そっちか。クロスボーンか。お前も外役の一機。どうする、下踏みに、うん、踏んでるな。よし、あっちこっち。エテポンゲ北に行きます。行きます。敵を行なるなよ。けどこっち裏取ってもな、多分殺されるよな。ここからが腕の見せ所。けど A をあんま押し込まれすぎてると良くないもんな。引け引け引け。行くぞ。ナイチンゲール、ナイチンゲールは許すな。危ない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 。こっち大丈夫。こっちもやばい。こっちもやばい。ナイチンゲール、撃て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 。開けるか。まだ終わってない。挑んできた勇気は褒めてやろう。いけフィンファンネル。よし、ここでここ満を持してのユニコーン行くか。満を持してのユニコーン。けどちょっとユニコーンちょっと苦手なんだよな。いまだに使い方がわからんのだよなこれ。これこんなチクチクやってても全然楽しくないんだよな、このガンダム。修理さえすれば元に戻るから。かくちょっ、うん、大丈夫な、抜けてないな。オッケーオッケーオッケ
よ、ちょっとずつちょっとずつライン上げていくよ。リロリロ、上にいるな。火力が足りない、こいつじゃ、こいつじゃ火力が足りないぜ。近い近い、ユニコーン、ユニコーン、ユニコーン、はっ、ハイチ。まだ拠点、これ拠点ってこれ何分ぐらいに出ていくんだろう。これ10分かな、これ、これ10分後かな。このこいつはちょっと置いときたいんだけど、出るしかない、出るしかない。これは行くぞ。拠点を奪取した。修理が必要だと思います。修理しましょうか。ファンネル、危ねえ。あ、来てる来てる来てる、いっぱい来てる、いっぱい来てるわ。これ、これいかん、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 引いて引いて引いて、やばい、拠点が。これ言うてられん、アリス。よし、入れさせるな、入れさせるな。格闘振って、誰か誰か格闘振ってくれ。止まれて、ここ入れさせるなよ、絶対に。取られた。いやー、このアリス状態、このアリス状態ならばナイチンゲールに届くかもしれない。集団率も高いし、弾切れ早い、弾がないです、弾がない。ナイス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 、一回引こう、一回引きます。退避させてもらいます。ラッキーラッキーラッキー。ああそうだ、こっちポットがないんだった。とりあえず止めとこう。めっちゃこっち押し込まれてるな。よしよしよし、動くぞ、動くぞ。いやけどここ引いていいんか。鉄壁、鉄壁のエテフォンゲ、鉄血のエテフォンゲがここ引いていいんか。頼んだぞ頼んだぞ。ちょ待って、 B めっちゃ近く来てるじゃん。ちょっと待って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 、先に殺そう。それはいけない。危ねえ危ねえやつだ。止めてくれアリス。後ろ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 に、まだ一人抜けてる。どうするどうするどうする、弾補充いくか、まだいけるまだいけるか、まだいける。ちょっとアリスのタイミング早い、まだ、どっから湧いてんの。あいちんげる、よしよし、俺の勝ち。まあ多勢に無勢とは言ったもののね、ナイチンゲール、まあ、ナイチンゲールの戦い方としてはね、やはり複数にね囲む、袋にする、それが第一。届く届かないか、一発しかない。ちょっと待って、弾がないぜ。ナイチンゲールは逃がさない。
よし、逃げろ、無理。あ、ちょっと頼む、あるよ。一回帰ろ。無駄、これは前に突っ込んで無駄死にするだけだからな。バー、許さん、マジで許さんぞ、それは許されない、それは許されざる行為。ちょ、殴られてて、どっちだ、こっちか。切り替えて、しょ、ニューガンダム伊達じゃない。でもう一段階ね、戦艦前に来るんで、ちょっと、しし、前出すぎちゃいけないよ。よし、これでいい。ちょっともうちょっと前行きたい。頼む、殴って、俺を殴ってくれ。すま、ありがとう。この距離ならちょうど届く。よし、ちょうどの距離。来てる。よし、あ、へ、あ、逆転。我が軍の敗北です。撤退してください。はい、まあ、よくやった方だと思いますよ、今のは、よくやった方ですわ。やはりね、もうナイチンチンゲだわ、チンゲ野郎、あのチンクソチンゲ野郎、マジで。まあ、初動はね、非常に良かったですね。きっちり初動突つ決まって、はい、もう、あの流れのままね、しかし、やはり、ナイチンゲールがね、チンゲ野郎が、再び、行動し始めて、一気に戦況をひっくり返されてしまいました。はい、無念です。はい、では今回は、ナイチンゲ野郎にニューガンダムのフィンファンネルで燃やしてみた、フィンファンネルでチンゲ燃やしてみたでした。ご視聴ありがとうございました。